これ私が書いた東京湾近辺相模湾の、地図なんですが、もしですね、背中トラフが大きく一度に連動して動いて、こういう方向でですよ、東京湾の南から高さ10メーター、15メーターの津波が東京湾に入ってきた場合、この近辺に海岸に設置されている火力発電所が下手すると全滅する危険性があるんですよ。冷却水を必要とする火力発電所は海岸線沿いに立ってるんです。バックアップの電源がないんですよ。この事態になった時。大変なことになります。